皆さん、こんにちは。こんばんは。ゴッティバドミントンチャンネルです。はい。本日は、インターハイの男子団体と女子団体の優勝要素をやっていきたいと思います。はい。まずは男子団体の優勝要素をしていきたいと思うんですけど、まあ、率直に言いますと、埼玉栄か双葉未来の準決勝で当たるんですけど、それの勝った方が、 俺は優勝するんじゃないかなと思ってます。はい。まあ、どっちが勝つかまだ、まあ、こんな早い段階では言わないんですけど、まあ、ちょっとオーダー、俺が予想するオーダーをちょっと言っていきましょうか。はい。第1ダブルス、まあ、埼玉栄高校から行きましょうか。埼玉栄高校、沖本選手、角田選手。で、双葉未来の第1ダブルスは、谷岡選手、松川選手。 うーん、もう、これは、何でしょう、多分、公式戦、JOC と選抜でやってるのかな栄と。で、それはどっちとも、沖本、角田が、勝ってて、こう、ま、何でしょう、こう、やり慣れてるというか、多分、沖本、角田は、松川、谷岡に、 まだま、公式戦まだ負けたことないんじゃないかな。だから、結構、マッチアップ的には、沖本角田の方が有利なんじゃないかなと思っています。だがしかし、谷岡大吾されどもされども谷岡大吾意図おかし、谷岡大吾俺の中の、米倉涼子が、谷岡のバドミントン。うますぎる って叫んでるんでででるちょっとネタ古いですけど本当に谷岡のバドミントンってうまいと思うんでこう対戦成績は悪いかもしれないですけどまあ今回は絶対やってくれるんじゃないかなって信じちゃってますだって谷岡松川のランサーの試合見ました皆さんあの金子太田とやった試合 実業団相手にフルセット。優勝者相手にフルセット。しかも試合内容もめちゃくちゃ強かったし、高校生ながら。本当にしっかりラリーになってたし。ファイナルは点数を抑えられちゃいましたけど、1ゲーム取っただけもすげえよって思いましたからね。それぐらいあの二人は強いと思う。ってことで、俺の第一ダブルスの予想は、 谷岡松川が勝つと、思います。はい。はい。次は、第2ダブルスですね。埼玉栄は、有江沢田か、江三浦、じゃないですかね。で、対する双葉未来の2ダブは、関根中静、なんじゃないかな、と思います。正直、どっちの2ダブの情報も、あんまりわかんないんですよね。はい。あの、 沢田くんがめちゃくちゃうまい。埼玉栄の。で、中静くん、双葉未来の子、めちゃくちゃうまいっていうことぐらいしか分かってないんで、勝敗予,予想すごい難しいんですけど、俺の直感で埼玉栄が第2ダブルスは勝つんじゃないかなと思います。次、第1シングルスですね。埼玉栄は、んー、 インコー君か中川君ですかねはいいや俺は中川選手が来ると踏んでますけどはいで双葉未来はうん山城選手か川野選手だと思うんですけど俺は川野選手が出るんじゃないかなと思ってますはい中川選手は全国選抜の結果ぐらいしかわかんないんで 見た感じ、うめえなって、率直に思っただけですね。はい。で、河野選手は、全中優勝してるんで、その試合見る限りじゃ、フットワーク早いのと、あとネット前、うまいなって思いました。ヘアピンがうまいなって思いました。まあでも、こんな情報不足の中、ウォッティーはしっかり一審の結果も当ててみせます。はい。 ファイナルで川野選手が勝つと予想します。はい。はい。で、次は2審ですね。はい。埼玉栄は沖本選手だと思います。で、双葉未来は谷岡選手か松川選手だと思うんですけど、まあこれどっちが来ても、俺は沖本選手が勝つと予想します。はい。 なんで、沖本選手が勝つか予想してるかって言いますとまあ、谷岡選手も松川選手もこう1回ダブルスやって次シングルスなんで結構消耗してるはずなんですよね。なんで、沖本選手のプレーって結構粘,粘るんであと、相手のスタミナもなかなか削るようなうまい配球もできるんでやっぱり。 消耗してますし、ショットの精度も低くなったり、あとは、体力がだんだんなくなって、最終的には自分から双葉未来の選手がミスしていっちゃうんじゃないかなと思うんで、大木本選手が勝つと思います。まあ、あとは多分、大木本選手参観するだけの体力ありますし、あと、気持ちも多分強いんじゃないかなと思うんで、もうここは、 確実に埼玉栄を2進は予想していきたいと思います。はい。三進はインコー選手か中川選手だと思うんですけど、いや、俺はインコー選手が三進なんじゃないかなと思ってます。で、双葉未来は谷岡選手か松川選手ですかね。まあ、どっちが来るかわかんないんですけど、うーん。 谷岡選手だったらもうまず確実に勝つんですけど、松川選手だったら、まあ、7-3ぐらいで松川選手が勝つと思うんで、第三進は双葉未来が、はい、もう谷岡選手、松川選手、どっちが来ても取るんじゃないかなと思います。はい。まあ、選抜の一審でインコー選手やってたんですけど、身長めちゃくちゃでかくて、まあ、角度あるショットと、あとは、 ひたすらラリーってラリーの方がすごい目立ってましたね、なんかその速いスマッシュとかキレあるショットっいうよりはラリーするって方が印象に残ったんで、んダブルスやってそのあんなラリーされたらすげえきついって思うんですけど、まあでも、多分最後は三振なんできつくても気持ちで。 やってくれる双葉未来の選手がこう想像つくんでなんできつくても普通にもう実力通りの結果になってしまうんじゃないかなと思いますはいなんで3対2で双葉未来が勝つと俺は予想しますはいで男子の決勝ですねはいもう決勝は絶対 双葉未来が、どこが上がってきても3-0で勝つと思います。もう、もうそれぐらい埼玉栄と双葉未来はその台だったら抜けてるなって思います。なので、双葉未来が3-0で決勝勝って優勝ですね。まあでも、埼玉栄に勝って消耗しちゃって負ける可能性もある、まあゼロは、 ではないんですけど、まあまあその可能性はなかなか低いなと、まあ油断するとか、はい女子団体の優勝要素はですね、もう,もう女子は結論から言います、双葉未来が優勝すると思います。はい、ええー、多分決勝は柳井翔子と双葉未来だと思うんですけど、多分まあ一ダブで田口宮崎対 え、山北須藤やると思うんですけど、もここは山北須藤が勝つんじゃないかなと思います。あの、前回の選抜では、ま、来たんですけど、あの、アジアジュニア、アジ,アジアジュニア優勝してるんで、山北須藤はもう。もう相当強いはずですから、国際大会もしっかり海外で経験値積んで、相当レベルアップしてると思うんで、もう全国選抜、 でやったレベルではもうなくなってきてると思うんでもうそこは山北須藤が圧倒して1ダブ取るんじゃないかなと思ってます。ます、あ、2ダブは、まあ、正直どっち出るか分かんないですけど、まあ、柳井翔子を勝つんじゃないかなと思ってますで1進は分かんないですねうん多分双葉未来が取ってで2進にはまあ宮崎選手が出て柳井翔子は。 双葉未来は山北選手か須藤選手どっちが出るか分かんないですけど、まあ取られてどっちに来ても。でもまあ三振は双葉未来が取ると思うんで、3-2で双葉未来が柳井翔子に勝って優勝すると思います。はい。皆さんはどこが優勝すると思いますか男子団体、女子団体。ぜひコメント欄にお書きください。はい。今回はそれだけです。 今回も見に来てくれて本当にありがとうございました。それでは See you next time.